今日あれだよねオリビアアンリさんのオリビアを歌して、ね、2月二十七の抽選申し込みますおぜひぜひぜひ待ってます待ってますありがとうこんばんはヒラリンハトさん紅茶ありがとうこんばんはです関東の雪あそうなの大丈夫そうよかった これが一番いいか。大丈夫だった一日関東雪。大丈夫？良かった良かった,かった広島も全然大丈夫。雨って感じでしたね。まあどっちかというと。うん。 今日は後輩ちゃんたちとアイスパーティーして、え、すごい楽しそうアイスパーティー。<laughs> 楽しそう、なん、な、どんなことしたの。<laughs> いいな。アイスパーティー。なんとかパーティーした、私もタコパーとか。鍋パーとか。したい、憧れる。<laughs> こんばんは。シンゴさんバラ。ありがとう。 大丈夫寒いそっかでもよかった雪がそんなにひどくなくて寒いねでもね今日ね無事に無事に出てきそうよかった明日は明日は加害活動公演です明日は加害活動公演楽しみ加害活動公演でね で夜昼公演があの特別公演でチャートリさんと四国のあれですよャートリさんと四国のあのー、あのやつあのあの特別特別公演対湾のやつがあって夜公演は四国の真ナさんの生誕祭ですね明日。 あのオープニングアクトにも四国にも出演するので待ってるよ多分ねあの,ああの配信もあると思うから DMM 配信もよかったら見てください会場来れないよって方も見てくれたら嬉しいです頑張るフル公演初めてじゃけん四国楽しみこんばんは奈緒さんハートありがとう あ、ちょうど仕事終われた、本当、お仕事、お疲れ様、お疲れ様です。みやくん、ばら。ありがとう。いいね。あ、待ってます。待ってるね、明日の公演。待ってる、待ってる。ふきさん、じなさん、バラありがとう、ゆうさん、お疲れ。ありがとう。 明日天守閣幸雄あズみんに初めてえ嬉しい <laughs> めっちゃ楽しみ私も会いたい楽しみにしてます嬉しい <laughs> めちゃめちゃ嬉しいありがとうそう今日チリパチリパもあるしあ,のあれもあるんですよ9時から歌唱力決定戦のユニットの予選がの放送がありまして。 で、その放送の最後に、えっと、決勝での順番のくじ引きみたいなのがあるから決勝の順番がね決まるのでちょっとドキドキだよね順番って大事だもんねそうドキドキするだから見ます配信終わって見る見ようね一緒に抽選目劇場するマッケさんハートありがとうありがとう お配信で見てね頑張るスケモンさんバラありがとうたこ焼きパーティーえスしたい4人でうんうんしてみたいたこ焼きパーティーなんちゃらパーティーとかあんまりあんまり最近し,してないからやりたいですねたこ焼きパーティーこんばんはそう夜はセトリフルだからあのユニット曲とかもあるねフルだから楽しみに私は何の曲か でも,もう予想ついてるののかななみんなの中で <laughs> 予想ついてる方はいるかもしれないけど明日初めてのユニット曲何の曲するかお楽しみにこんばんはおありがとうマキさん紅茶ありがとうおかえりなさーいねえそう抽選がある こんばんばはーアプリルさん初見さんおかえりなさいありがとう今日ね画画角をちょっと変えてみたないつもよりもいつもは携帯を縦にして配信してるんだけど今日はちょっと横にして配信してみましたどどどうっっちが好き <laughs> どっちがが好好ききあんまりねあんまり。 そうは始めらへん横でずっと配信しててあの携帯をね携帯の向き横でしててで最近はずっと縦だったんだけどこの前のあの赤解赤解の時赤解の時に横にしたんよ横向きでやったらあ横も割といいかなと思ってうんちょっと今日は横に画角設定してやってみた <laughs> キャンキャンこんばんは。そうえいい感じメイクもそうちょっとやったの。メイクした。あ十時四十五分頃か。あのねドラフト三期生さんが予選出場されるんですよ。だからねドラフト三期生さんのユニットも見たいでも七番目ですよね九時四十五分から。 さんド,ドラさんの先輩方があの出演っていうか予選のあれがあるのでちょっとそれまでそれまでに配信終わろうかな8時半45分までにうん配信終わって今日はちょっと見,見たい <laughs> 見る予定です <laughs> めっちゃ楽しみこんばんは確かにクマさんがクマさんとの距離が近づいたねこっちの。 横向きにすると。くまさんの。あが。くまあこんばんは。あ、<laughs> あ、新鮮。どっちも好き。こっちは。ええー。ならこっちにしようかな。 これから <laughs> こんばんは確かに目線新鮮かもこっちそうだね目線新鮮かもしれんえバレンタインまでそうだよねいつマカロン作ろうかマカロンいつ作ろう日にち考えてなかったけど今週来週ちょっとね忙しそうなんよね予定的に。 14日の当日に作れたらいいなぁと思うんだけど作れるかな作れるかな作,作れまた予定立てるねマカロン作りマカロン作りしたいどっかいつしよっかなマカロン作りこんばんは配信用に PC かもう一台スマホえっそうなんよねもともとねあのアイ o d i p a d もう1台そう欲しくって配信用かそうなんよねその今携帯でやってるんだけど携帯1台でやってるんだけど iPad みたいな手元になんか欲しくってもともと使ってた自分の iPad が家にあったからそれをねはじめらへん使ってたんだけどお、ね、弟に取られちゃったの <laughs> 僕,僕がこの iPad でゲームをするから。 貸してって言って「ええー」って言いながら渡したらもう帰ってこなくなっちゃったまあでも困,困ったことはないからうん配信するのに困ったことはないからいいんだけどももうう台あったら、ね、便利だよ、ね、そうなんだよよねねそなんとかもできるしこの前の,あのカラオケの「キズ8」点出た時とかもあれももう1台なんか。 手元に携帯みたいなのがあったら写真撮れたりとかもできたりするからうもう一度あったらね便利だよねそうよね大人っぽい嬉しい <laughs> 明日の昼公演前方の真ん中あたりでペンライトと一応お了解です見つけるありがとう明日ゲバントですよお間違いなくゲバントです 初めてゲバントでオープニングアクトをゲバントでするの初めて初めてですねうんゲバントでのステージは何回かあるけど花だれ公演くらいしか経験がないので花壱活動公演でこうゲバントに立つの初めて。ギズモさんんんありがとうこんばんは 小山田さん、レインボースター、ありがとう。こんばんは。あ、キャロットさん、結婚して。ありがとう。キャロットさん。ち <laughs> こんばんは。十四日の朝四時ぐらいから。<laughs> 早すぎ。早朝マカロン作り。<laughs> 早朝からマカロン作るあ、お帰りなさいお帰りなさいふゆぶつさん結婚してありがとうありがとうふゆぶつさん好き好き好きハートたくさんお姉ちゃんためにそうだねお姉ちゃんためにも確かにお姉ちゃんの誕生日プレゼント マカロン成功したマカロンあげたいこんばんはねえ端末もい個あったらね便利だよね相当ともうゲームマンだからゲーム大好きマンだから角さんバラありがとうバラ こんばんは横なれない <laughs> コメント読むの難しいいい感じパソコンねかっこいいよね MacBook あんまりでもねパソコン欲しい欲はそんなにないんだよねパソコン MacBook っか弟 <laughs> 弟の方が欲しい欲しいって言ってる最近 あんんまりなないんだよねなんか機械類あんまりなんか欲がないというかゲームとかもそうなんだけどあんまり機械系に欲がないんですよねりあくん結婚してありがとうりあくんじゃあ今日は一緒に寝よっか <laughs> リふりあくんかわいいありがとう 後席ショートボブ派やけどたあそこにちゃんの一つの攻めでたむわあほんとそっかショボブ派なんだでもボブ好き言ってるもんねえー、ロングロングもロングも好きになっちゃうよでも髪の毛切りたいけどそうあれだ前撮りさ前撮りじゃない後撮りか後撮り日にちだけは日にちは決まってお姉ちゃんと会いとる日見つけて 電話したんだけどあの予約がもうパンパンで「そうなんよねすいませんこの日」ってなってしまって「難しいです」って「他の予約が入っていて」ってつってだけまた先送りというかまた予定立て直しになってしまったんですなかなかいけない。2月が 2月自体割と予定がちょっと爪爪爪爪爪というかそれなりに入っているみたいな感じなのででも頑張って2月中に免許も行かないといけん <laughs> あっフ <laughs> 変な声でそう思う自分免許のこと考えたらもうあとここだけよもうあとあと少しもう免許 もう今日ね行き予定だっったんよこれも言い訳ちょっと後出しの言い訳なんですけど今日行く予定だったでも雪が降るかもしれないってい予報を見たから「いや雪雪降るなら難しいかね」って <laughs>「雪のせいにして行かんかった今日」うんでも結局雪めっちゃ降るかと思ったらそんなに降らなかったし「あっ行けばよかったかな今日」って思ったけど。 朝早いから朝,朝の時間しか行けないんですそう朝の時間しか行けないから雪がねいっぱいだとそうお母さんに送ってもらったりもできないからと言って雪のせいにしてやばいでも本当にトランとに撮らんといけん <laughs> やばすぎここまで来てさトらん撮れんはやばいよねトらんはじゃさすがにそれはねしないですよ やばいよっ、ね、こんばんはコけだまさん結婚してありがとうコけだまさんチキくまぽんさんバラありがとうゆうさん結婚してありがとうゆうさんゆうさん好きだよ <laughs> うやばいね、そう髪の毛ねショートにはせんかもしれん切っても分からんけどショートね子供っぽくなるよね私ショートにしたらすごいロングとかの方が大人っぽく大人っぽくなる大人っぽくいられるのはロングなんですよそう一回ショートき切りすぎちゃって うんなんかね結構子供っぽくみななっちゃったから結構バッバッつバさり切ったらそうあもうちょっと長くて向かったかなって思っちゃった思ったからその時そうちょっとちょっと勇気が出ない。千鶴さん結婚してありがとう。千鶴さん好きやでこんばんは。 ねえ写真スタジオのそうそうなんよね予約とかのねと自分の予定と会う日がなかなかなく全然行けてないゲズモさん自社でっこうありがとう草持さん初見さんこんにちはありがとうズームのやつ申し込め、まあそうなんえー、申し込めんかったあららら昨日までだったよねえー、会いたかっためっちゃ話したかったこんばんは 免許いや免許はでも来週行く <laughs> 来週行く毎回毎週言っとるわ来週行くって免許ねさんバラありがとう2月ねそう2月自体さ日数的にも少ないじゃん28ぐらいしかないから。 そういえば十日だったけど、ね、えっジブリかえっそっか今日だった <laughs> えっジブリ今日だったっけジブリの予約今日今日だったっけあれ毎月10日うそん本当にあっ哲夫さんはじめまして受験さんありがとう。 そうでもまず髪の毛もあの写真後撮りの後だから髪の毛切るのもね後撮り取ってからだな来週から本気出します <laughs> やばいダイエットは明日からみたいなと同じよ来週から本気出す来週,来週行く晴れろ天気の。 いやー雪降らないでほしいあ放課後あありがとね楽しみ放課後ホームルーム話そうねたくさんありがとう逆にあずみんちゃん的に男性の髪型でいいってなるものあるええー、男性の髪型あんまりないんだよねなんか似合ってたらいい <laughs> その人に似合ってたらいいなと思うタイプどっちかというと男性の髪型好きなの好みとかってよりもでもでもなんかあんまりセットししてなないい方が好きかもしれ <laughs> ガツガツにセットしとる髪型よりも割となんかこう無造作な方が好きタイプかも。 りッよも真木さんいちごありがとうあ五5月入場分のチケット2月10日あわ今日だったんだやった <laughs> 今日だったんだそっか5月のね4つね4月は1月か今日だったんだ5月の入場分毎月10日ってことうわ もうちょっと頭からすっぽ抜けとった <laughs> いや頭からすっぽ抜けとったやることいっぱいだ本当に <laughs> やることいっぱいやることなさそうに見えていっぱい <laughs> 手をつなげあ声にくるあ <laughs> えー、会いたいよ私もマキさんハートありがとう。 ねえやっちまったーやっちまったよし寝癖のままお話しかけた <laughs> 寝癖のままどうしよう次の話無造作髪が何もセットしてない方が増えたら。<laughs> そうでもうんでも似合,似合ってたらね基本何でも好きだけどその人に似合ってる髪型が好きだけどセッ,トかセットしてるのかセットしてないのかって言われるとがっちりセットしてない方が好きですね無造作に見えてめっちゃセットに時間かかってる。 あそうなんだ無造作あ無造作にする方が難しいの髪型って男性の方 <laughs> まあ決済忘れただけど <laughs>。いや本当にいや6月ですね6月うわもう6月の予定とかどんどんわからなくなっていくなんかね取れる予定が先すぎてさもう予定立たんのよね まあ2月の時もそうだ12月の時もそうだったけど3月の予定なんかね分からんもんね来月だったら6月か6月6月とか自分が何してるのか <laughs> 分かんなすぎてさもう想像でしかね取れんのんよね <laughs> それがちょっと問題点だなジブリパークそこがちょっとねなんかその 月にその3月チケットみたいなのにしてほしいできれば日にちを決めるんじゃなくって3月チケットで3月のどっかの一日に行くみたいなチケットにしてほしい <laughs> だったらそうだったらその月の空いてる日に後から行けれるよ行けばいいからさ多分人数 人数制限1日の人数制限をこう多分均等にするのにあのチケット制というか予約制なんだと思うから <laughs> 絶対に無理だけどこの方法はね <laughs> そういう3月チケットみたいなその,その月のチケットみたいな感じの販売の方法だったらとてもとても嬉しい。取りやすくなるけどいや6月取ろう絶対に。 休みさんバラありがとう一生紙セット戦 <laughs> 一生紙セット戦 <laughs> すごい私の好みに合わせてくれるのおかえりなさい手紙のガチャあ本当手紙のガチャ見つけられるかとんかねガチャガチャがいっぱいあるところに行ったらあるガチャガチャ村みたいないっぱいあるところに行ったら見つかるかもしれない こんばんは、ね。こんばんは。ね。でもあれも好きだったよ。平成の髪型。平成のさ。襟足がちょっと長い感じの。ちょっとやんちゃな感じのあるじゃん。あの。 平成平成の髪型 <laughs> 平成の髪型ってあったのかな <laughs> ちょっと襟足長めなやつポンパドールとかしとるちょっとやんちゃな感じの男の子の髪型とかも <laughs> もうあれも好きかなあれも嫌いじゃない全然うんっていうか逆にあの小学校とかの時はああいうドラマとかでさああいう髪型 のが多かったじゃんドラマもさあの時代のドラマって高校生がああいう髪型っていう印象だったからなんかそう高校高校生になるとああいう子たちがいっぱいいるんだっていうなんか高校生の憧れがその髪型だったそうああいう感じって全然違ったけど <laughs> 全然違ったけどね <laughs> 時代とともにその髪型はなくなっていて私が高校の時にはもう。 マッ,シュマッシュが多かったかなマッシュっぽい感じの子が多かったけどあの髪型もうん結構嫌いじゃない嫌いじゃないですねえー、でもさブームってさなんか戻ってくるって言うじゃん戻ってくるかなブーム髪型ブーム戻ってくるかねあれ <laughs> どうだろう10年後ぐらいにさまたみんな襟足伸ばし始めるかなあのブームやってくるかなどうなんだ 無造作の種類？無うさ風にセットあなるほどね無造作風になセットをしようと思うと難しいんだそういうことね確かにでも確かにでも難しそう難しそうなイメージあるあそうそういけパラとかそうそうそういけパラもうめっちゃガツンです <laughs> ガツン見てたあれ憧れてたゆずきっちさんえっ、ー、と紅茶ありがとうこんばんは あそうガガチャガチャャの森、ね、抽選ドキドキ歌唱力抽選ドキドキですそう開幕だねサンフレね楽しみ楽しみ今ダサいって言われちゃうのあの髪型そうなんだ昔の平成平成部屋 <laughs> なんて言うんてうだろうあれね名前が分からんけど確かにヤンキー確かにちょっとやんちゃな感じのイメージあるでもあの髪型ってウルフなんかなペリーショートペリーショートもでも全然マッショ多いよね最近ねね最近の流行り何なんですか男性の最近の流行りの髪型ちょっと待って発ッゼリー食べたい <laughs> 出す出す時間見失ってた ハッサクゼリーこれ美味しいの因島のハッゼリー知ってますか因島のハッゼリースクショいきなりなんですけど <laughs> ずっとあったよこれ、これずっとあって <laughs> ずっっと食べたかったか配信で食べようと思って持ってきたけどちょっと食べる出すタイミング見失っててそう出すタイミング見失ってましたイエーこれ好きなんですめっちゃ美味しい突然ですかちょっとこれ食べながら髪型の話しよう髪型の話 <laughs> 最近流行りの髪型についてあっ始まったあっほんとだ9時だからニミリト戦始まった 総力のユニット予選が始まった K-POP か確かに K-POP 風な感じか最近のアイアナはその発作デート同じや <laughs> どういうこと <laughs> ない <laughs> ないってこと <laughs> こんばんは食べようこんばんは寒いね 寒いね、こんばんは食べよう給食で出てたんだすごいこれ給食で出るのいいな給食では出なかったかな何ねおばあちゃんおじいちゃんちに行ったら絶対にあったからおじいちゃん家に行ったら絶対食べてたこれわ美おいしそう見てあっが入ってるちょっとこれ今さ今気づいたんだけど 洋酒が入ってるんだねこれ全然気づかんかった今まで食べようってちょっとお酒が入ってるんだ <laughs> いただきますおいしい。

あ食べれそう食べちゃおうサンビオルールだクックの上に落ちちゃった <laughs> <laughs> でも大丈夫床じゃないから大丈夫床じゃないから <laughs> 床に落ちなかった。もう一回ちょっとアーンしようアンしよえ、大きすぎたねちょっと欲張りすぎた 一口をもうちょっとあできる量で,でもせっかくだから8作8作入れてはいあん <laughs> あんパク <laughs> いしいあ危ないこれツーツー滑っちゃう パネパパさん結婚してありがとうじゃあ毎日あわして食べさせてあげる <laughs> 美味おいしさ100倍になるよおいしさ100倍おいしいこれ最近あれだよねでもあれもやってよくない男の人の髪型センター分け センター分けも流行ってるかないセンター分けの人もよく見る気がセンター分けも流行ってるマッシュとセンター分けかなマッシュはねずっと流行ってるよねコンマヘアコンマヘアって何コンマヘアって何だろう 初めて来た。こんばんは。ありがとう。こんばんはうん。お <laughs> いしい。 センターあセンター分けみたいなやつなんだコンマヘアええー、やっぱりそうなの初めて聞いたじゃあやっぱりセンター分けとマッシュが流行りなんだね最近でもかよく見かけるもんねセンター分けもマッシュもかしら違 え、そんな名前だったの <laughs> なんでそうなんだ髪型では勝負しないでお <laughs> 確かにいいやんいいやん,いいやんそのその息でちょっと分かんないけど <laughs> その息で先端を切した前髪のどちらからカールさせて額に垂らせえー、えー、どんな感じ こうするってことあ、こういうことこういう感じあ、なるほどねあずみんセンター分けとかおでこ出したり確かにしないねあんまりしないねしないですねセンター分け興味はあるめっちゃ興味あるしやってみたくはあるけど似合うかなと思ってやってないですねやってみたい配信でやってみようかな配信だとだってね ステージととかかはまだちょっとできないからセンター分けもあの何回ねおでこ出しも配信でやってみようかな今度でも髪長いといいよねセンター分けするの髪伸ばしたらこんばんはね歌頭が始まってね弟より弟はねえ足長くない弟はどっちかというと。 マッシュ風なマッ,シュマッシュじゃないけどマッシュだよみたいな髪型です弟 <laughs> でも最近センター分け憧れちょっと憧れらしくって友達と遊びに行く日の前日に明日の髪型明日朝一緒に起きて髪をセットしてほしいって頼まれて <laughs> えどういうこと って言ってでなんか弟がしたいやっぱ年頃だからなんかこういろいろやりたいんだってそうかわいいよねでそれでなんか TikTok であの <laughs> セットしてるその男の子のセットの動画みたいなのを見つけてなんかやりたいセットの動画みたいなのハートいいのをしててそれを見せてくれて「これやりたいんだよねできる?」って。 <え> <laughs> そんなちょっとできるか分からんけど予行練習でやってみようっつって前日の夜お風,呂お風呂入る前にアイロン出して私のアイロン引っ張り出してきてめっちゃやりましたなんかここを難しいねでも男の子の髪最近自分の。 髪だいぶ巻け,巻けるようになってきたけど人の髪巻くのも大変だけどなんかその弟の髪巻くのももうよくわからなくって <laughs> うまくうまく,できんけどうまくできんなりにこう頑張ってこのなんかウェーブやってあのワックスワシャワシャして <laughs> いい感じにいい感じに仕上げて次の日寝坊した <laughs> 私が <laughs>。次の日めっちゃ寝坊して 結局起きてたお姉ちゃんがあの弟の髪やってました <laughs> そう「<laughs> ごめん」って言いながら予行練習だけ張り切ってやった私はその時はね聖子ちゃんカットえ聖、ー、子ちゃんカットやってみたいめっちゃ興味ある聖子ちゃんカット え、私ね、結構おでこ広いんよね。そう、おでこ広めなんです、ほら。センター分け。おでこ広いんよね。に、どうなんだろう、このおでこの広さ、似合う広さなのかな。似合わない広さなのかな。こんばんは。こんばんは。 でも難しいでも何もしないしても可愛いよして弟しても可愛いしか可いいけどやっぱお姉ちゃんと「いややっぱ何もしない方が一番いいよ」って言って「<laughs> 何もしなくてもかっこいいよ」行っ,てらっ,しゃいって言って送り出しましたその日はそちょっとやったけど朝本当弟が出る時間もすごい 時間なくって朝バタバタしてて私もちょっと寝坊しちゃってみたいな感じでそうお姉ちゃんと私で頑張って当日の朝フィギセット試みたけどなかなか当日難しくってもう <laughs>「かっこいいそのでもかっこいいよ <laughs> 本当にかっこいいから」って言って。 送り出したけどあれはちょっと申し訳なかったすごく <laughs> でも本当にそう本当に何もしてないのがまだ可愛い弟は特に中学生二年生,2年生 女の子の好きなヘアアレンジ。女の子はね、え、女の子はでも、何でも。何がいい、え、もう巻き巻き、ま、巻いてるやつ。なんか。ウェーブ系な巻き巻きが。すごい好き。ウェーブ系の。大きいウェーブ系の巻巻巻いてる巻き巻き系の髪型がすごい個人的には好きです。でも、自分でできないのはね <laughs>。 やってみたいんよでだいぶさ髪を伸びてきたからさあのちょっと韓国系な感じのなんかでかめのこうくるくるじゃなくてちょっとウェーブ系な巻き髪やってみたいんだけどどう頑張ってもね自分でできなくってそう毎,毎回苦戦するけどまだ成功してない成功したことないうまくできない自分でヘアアレンジヘアセット。 こんばんは。あ、結構可愛い？本当に。ドンキにあってアニミの面フリーズキープスクリーン。えなにそれ。なんだろう固めるやつかな。えー すごい。弟は直毛、猫毛。直毛、直毛っていうのかな、直毛、直毛、直毛、うん。割とうち、みんな、あ、直、うん、でも。お、姉ちゃんとお母さんがちょっと、くせっ毛みたいな感じ。で、自分もちょっとだけくせっ毛。弟はもう直毛ですね。ありがとう。黒い。え、なんだろう、こういうやつ。 違うか <laughs> こういうやつじゃないかヒゲメガネさんレインボースターありがとうウェブ難しいよね難しいよねマッキさん結婚してありがとうマッキさんかわいいこのアバターのカレーラスをずっと気になってるんよね <laughs> ありがとう えー、確かにじゃあ今度巻き巻きし合いっこしようお互いお互いの髪をやり合いっこ <laughs> 自分の髪より人の髪どうなんだろう自分の髪より人の髪ある方が意外と勘できたりするかもしれない巻き巻きし合いっこしましょうアズミンって髪色が抜けやすくな抜,きすい抜,、うん、抜けやすい抜けやすいなんかね傷んでるんだと思う 髪の毛がストレートパーマ割とかけてるんですよ半年に1回ぐらいのペースでストレートパーマかけたりあと STU 入ってあのー、公演とかもさイベントとかも割とこうストレートおろしですることが増えてアイロンをこうかける頻度がね増えたからそれでちょっとずつ傷んでるのはあると思う。髪色がね 髪色が、もともとでも色素薄めなんだけど茶色茶色度がだ,だんだん増していってるいたあの毛,毛の色がイヤくんいちごありがとうおかえりなさい 巻くのおかえ本当に <laughs> え巻いてほしい <laughs> おかえりなさい今度磨きあいこ何それ <laughs> やだ <laughs> 髪色でも髪色髪色を変えるの憧れるな黒髪が好きですか皆さん茶髪か黒髪かだったやっぱ黒髪の方が好きなのかな 茶髪よりも話かスプレー缶使って銀髪えすごいえ確かに目立ちそう銀銀髪目立ちそう確かにいいじゃんどこに行ってもわかるどこにいるか確かにそっかあれ 浮気がバレちゃう <laughs> 髪,髪色で浮気がバレちゃうねえ、黒か茶髪かでも黒黒好きな方わかんないイメージだけどイメージだけど黒好きな方多そうなイメージ ある。あ、黒スキ。あ、人による、そっか。そうだね。<laughs> つむじが二つあるもんか。あ、そうなんだ。え、いるよね、つむじ二つ。なんかそれ意味あるらしいよ、つむじが二つって。なんか。なんかいい意味があるって聞いたことあるよ、つむじが二つあるの。うん。 ね、友達もつむじ2つある子いたそしてめがあ嬉しい黒 <laughs> 髪派黒髪派そうだよねマイ KB さんの研究生えそう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 あのユウキユウキユキさんユうキさんユうキさんかユうキさんユキさんめっちゃタイプユうキさん こんばんばは確かにお仕事で金髪にしてるんだよねって言われてたこんばんは金確かに金髪は茶髪とかよりも金髪はすごい目立ちそう。 シャル君先髪色染めてるのか。え、本当に? <laughs>。染めてないよ。う、茶色っぽく見えた?。ほんま?。ええー。そうなんだ。でも光に当たると。茶色っぽく見える。ゆうきさん。<laughs> ね、は、復活させんで、ゆうきさん。<laughs> 出た、ゆうきさん、ゆうき。ゆうきさん。昨日。 昨日のゆうきさんが <laughs> 長谷川さんバラありがとう髪染めた方がいいって言われたこと何回もあるけどなんだかんだで黒が一番やって染めたことあそうなんだそ,っかそうだよねでも確かに高校の時とかの友達周りみんな染めてるから 久しぶりにみんなで集まったりすると割とみんな髪色が明るいからそういうの見るとわあいいなあ染めてみたいなって思ったりはするすごく友達とか見てるとうん一回いつか染めてみたいお疲れ様ですありがとう妹さん的いつもえ,ほんまに茶髪に見えるえなんでだろうなんでだろうライトかな照明の 加減この茶色えそうなんだ照明の加減かもしれんヒゲメガネさんチョコのイモウシーありがとう照明の加減ありそうでもありそう光に当たったらねより見え,見えてました昔から茶色っぽく <coughs> うんそ明ありそうこのあとありちゃんと出演おありがとうございますそう今日はありちゃんさんとあの出演したそう初めてのチリパがあります聞いてねよかったら聞いてくださいチリパめっちゃ楽しかったあその前にあのこの日の収録 何の収録か言,言っても言っちゃいけんかもわからんけ言わんけどって言ってたやつの収録がチリパでした <laughs> めっちゃ前だけど覚えてるかなみんなめっちゃ前に収録あの「ワンピース買ったよ」って書いてきた日この日収録言ってましたーってやつあれがチリパの収録でしたね 耳ポ,耳ポーズあるよ耳ポーズ健在中です耳ポーズ健在あいちゃんさん仲良くえなうん仲良くなれたけどもっと仲良くなりたい <laughs> 仲良くなれたお話でもできましたあいちゃんさんそうそうそうあいちゃんさんと話せ話せた話しました お話できたもっとなんか自分からやっぱこれは自分からいいつもなんかガツガツツいけないんだよね話しかけるタイミングと話しかけるなんかこう見失ってしまってああってなってしまうけどありちゃんさんともちょっと仲良くなりたいです。 そうそうそうアリちゃんさんとは私の方が低いかな私の方が低いですねそう収録変な <coughs> <coughs> ど書いちゃった 好きで注いだけどそれなんてやっぱり買えそうなんですかえ、ね、<laughs> いやーアリちゃんさんめっちゃ仲良くないアリちゃんさんが買われてる服めっちゃ気になるんですどこでアリちゃんさん服買われてるんだろうめっちゃアリちゃんさんの好きなブランド知りたいアリちゃんさんの服好きなんですよねねーソーシャレさん 仲良くないええー、もう仲良しじゃんもう仲良しじゃん私たち <laughs> じゃあもっとそうだねじゃあもっと会おう <laughs> 仲良くなるためにもっと会おうよ <laughs> あ歌唱力確かにあでももうそろそろ終わろうちょっとドラフトさん気生さんみたい。 あずみが夢知る先輩方回すところ本当にえー、いや回せないよ絶対 <laughs> 絶対無理だよもう萎縮しちゃう <laughs> こんなのちゃん回せないよでももうちょっとなんか普通に先輩だともっと普通にお話できるようになりたいけど自分もこう壁をね作っ 自分からこうすぐに壁を作ってしまうタイプなので初対面人見知りしちゃうんですどうしてもだからもっとなんかこう行きたい私からもガツガツ行きたい <laughs> やばいとふっと仲良くなりたいですねふ みもさん紅茶ありがとうあ大丈夫なんかあのく煙が入ってきちゃった <laughs> 煙が入って煙っていうかあのい糸みたいなのが入ってきてちょっとむせちゃった研究生もユニット出たらうーんそうだよねそうなんかね3人一組だったから研究生そう 人数的に4人の中での3人一組だったからそうちょっとね話せれば上がったけどちょっと難しかった <laughs> いろいろねいろいろそうよねままた機会があったらなんかこうね頑張れたらいいなと思うけど。 くまねパぱさん紅茶…あ、これ読んだかありがとう紅茶ザラ…あ、ザラそうなんだえ、私も最近ザラすごい好きなんですザラえ、愛ちゃんさんもザラ好きなんですか好きなんですか <laughs> えー、そうなんだえ、嬉しいちょっとちょっと嬉しい嬉しいなんかあ、ちょっとじゃあ ザラいいっぱい行こう私も <laughs> なんかありちゃんさんと一緒なのですし好きなお店がザ <laughs> ラねなんか XS みたいなサイズ展開も割と大きいからそれもあってザラザラザラ 何短着か持ってるざらの服。あ、エイチケイティさんすごいんですか。ええー、うん、見たい。<laughs> めっちゃんこ見たい。え当たったの。よかったー。嬉しい。<laughs> よかった、よかった、めっちゃよかった。嬉しい。より、よかった、よかった。頑張る。<laughs> 頑張るね。 よか,ったよかったです。そうガッツガッツ。身にとって難しい。上手な人同士が組んだからでもけってうまくかけだれそうな気がする。あそうなのそっか。まそうだよね。ユニットハモリとかも結構あれなんかな入れられてるのかな もう入れられてそう、ユニット。え、ちょっと。見たい。てかさん、バラ、ありがとう。ご飯ね。ご飯。確かに行きたい。ぐぐぐぐぐ,ぐ,ぐ, <laughs> ぐぐぐぐ。先輩。ちょっと。が。距離縮められるよ。 そうももちゃんさんともすっごくお話ししたくて今回四国一緒に出るからももちゃんさんとお話ししたいなももちゃんさんとお話ししたいなお話ししたいなって思いながらなか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 話しかけれなくってお話ししたいなって止まってるももちゃんさんとお話ししたいんですめっちゃお話ししたい。 こんばんは <laughs>、えー、話しかけきっかけそうなんよねきっかけが欲しい <laughs> きっかけそうなんよねでも一緒に四国 い,たりするのいいき話のきっかけ仲良くなるきっかけをちょっと自分で作ってお話ししたいですあっゆずきちさん紅茶ありがとうありがとうございます。

<laughs> 後ろに映り込みに行く <laughs> 大迷惑かもしれん <laughs> えー、そうなんだ流行ってる交換あー流行った流行ってる <laughs> 確かに確かにご飯とかえー、そうだな勇気か勇気ときっかけが欲しいです角さんバラありがとう結婚してありがとう角さんウインクシャワー <laughs> ウィンクシャワーです。<laughs> おもーちゃんさんの前でわざとペン落としてあみたいな流れだな。よくある消しゴム落としてみたいな。<laughs> 拾ってもらって話すきっかけを作るみたいなやつ。<laughs> 確かに こんばんばはえでもなんか話そう絶対に明日話,話しかける目標目標っていうかちょっと話したいので話しかけます <laughs> 頑張ってきます頑張ってきますレッスンの時からちょっと試みようと思ってこ行こうとして <laughs> あっていうことがねたびたびたたびびやりつつねこっ自分からいうまくいけなかったのでちょっと頑張っていきたい話したいお話したいですよしでは壇上を読みます壇上を読む13位長谷川さんありがとう12位昼休みさんありがとう

ンシンゴさんありがとう <laughs> ありがとうございましたありがとうよしドラウトさんキセイさんこれからだよね見よう一緒に見ましょうめっちゃ楽しみ君の名は希望ですよねいや楽しみすぎる本当にめちゃめちゃ楽しみで10時45分ほどからあの決勝の順番抽選もあるので 一緒に見ましょう歌唱力ユニット予選 ありがとうございました。ありがとうありがとうありがとうございました。ありがとうねおやすみなさい。 ありがとうございました今日も一日お疲れ様ですお疲れ様ですあき、金曜日か今日,日明日は休みかなどうなんだろう週末明日から休みかな明日はえっと課外活動公演があります昼公演と夜公演ありますお待ちしてますどっちもねオープニングアクトでもあの 勝手に四国観光大使でも公演の方もどっちも出演するので明日の公演よろしくお願いします是非ペンライト水色とピンクをフリ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 してくださいペンライトカラーは水色とピンクです待ってまーすありがとうあお仕事頑張ってねお仕事の方頑張ってください <laughs> 見て、ま、待ってます 下バントホールです会場は会場ゲバントホールです。2公演頑張るね。楽しみ明日。明日会おうね。<laughs> 会場で待ってます。楽しみましょう。配信も多分あると思うので、配信でも見てみてください。待ってます。イェイ。グーパンチ。<laughs> おやすみなさい。ゆっくり休んでね。お疲れ様お疲れ様です。 ゆっくり遊んでね、バイバイ。では、ねねあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねねあずみんって言ってください。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。 おやすみなさーい <laughs>。またね。おやすみ。